ーファンディング新しい未来をつかみ取れ。志願者たちのその後は令和のエタサテラチャンネルへ。もう検証員になるわ。岩井でございます。よろしくお願いします。今日僕6時間司会やるんで声が持つかなと思ってますけれども、できる限り頑張ります。はい、ではですね、皆さんお手元にお飲み物は一旦ありますかね。大丈夫ですか。はい、じゃあ最初に1回目の乾杯運動を、お願いしたいと思いますけども、ここやっぱ林さんですよね。はい、ね、番組でいくら出したんですかね。もう2000数百万。そうですね、出るたびにお金が、ね、出しちゃってね、という感じでね、これからもどんどん出していきたいと思うんでね、お願いします。持っていただいて、じゃあ皆さんが新しい未来をつかみ取ることを祈って乾杯。はい、ありがとうございます。お一人が組んでいただいて、お二人はこれを引っ張るということですね。おー、さあどうなりますかね。いきますよ。スタートの位置のところにギュッていかないとダメよ。いい、よーい、ゴー。頑張れ、頑張れ。あ、もう全然これダメ、これ攻撃したから多分。伸びちゃう、伸びちゃう。いや、ないです。負けます。男気出してるんだよね。はい、はい、どうぞ。はい、あ、はい、じゃあチンパンジー人間さんといきます。いきますよ、よーい、ゴー。おー、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 志願者が出てきますので、その方が5分間で、すごいプレゼンをします。はい、で、1人500円の投げ銭で、あ、この人のプレゼンなかなか良かったよと思った時には、投げ銭で500円入れてください。まず、お名前どうぞ。テームスって呼んでくれると嬉しいです。女子高生ですか？はい、高校3年生です。うわおー、もうそれだけでオールですね。あなたのファンディング希望額は3万円です。あなたの思い描く未来の姿はゲーム配信で YouTube で放送して、皆さんに知っていただくことです。はい、新しい未来をつかみ取れ。キャッツファンド、ビジネスプラン教えてください。ずっと部活しかやってこなくて。あ、部活何してた？機械体操部やってました。その終わってから空き時間が増えて、今自分が何もできていないことが無駄に思えて、でその3万円っていうのはプレステ4を買いたくて。かわいい。はい、いろんなジャンルに挑戦してみたいと思って、プレステ4を欲しいっていう一歩を今日踏み出すきっかけになれたらなと思ってここに来ました。好きなゲームのジャンルは何ですか？謎解き系とか脱出とか
あとホラーゲームとかは見るのがすごく好きです。 AKB の回し物じゃないですか？違う、全然そういうのしたことないです。目標のチャンネル登録者数は何ですか？100万人。おー、投げ銭タイムです。はい、今の投げ銭9000円集まりました。おめでとうございます。出す方が見えるでしょうか？出します。ドラさん、どうぞ。新年負ける可能性ある。今9000なんで、あと2万1000なんですよ。ああ、じゃあ、みんなでしますか？僕ゲームしながら食べる朝マック代あげます。朝マックいくらですか？500円。じゃあ5000円ずつ集めましょう。5000円ずつ。はい、じゃあ見事この点でオンです。お願いします。ここに来られた皆様の方だけに、明日から配信される番組史上初めての女性志願者会を今から見ていただきます。そろそろ最終決算お願いしますというところで一旦止めて、皆さんにね、紙を配ります。これまだオールになるのかナッシングで終わってしまうのかもわからない。で、それをですね、予想していただくんですよ。ぴったり当てた方に何が出るかというと、番組から商品を差し上げます。これ、あ、すごい。おー、令和のドラチャンネル収録見学無料招待券。では始まりましょう。アニソンバーを日本中に100店舗以上展開し、日本最大のアニソンバーグループを作ることです。価値が求められる街なのかなと思うんですけど、ちょっと夢がないですよね、うん、自分自身でこうの問題なんですよ、今回に関しては。はい、投資の方がさらに今回の場合はリスクがあるんじゃないかなと思うのもするんですけど、存在意義を感じないじゃないですか、とかが。金利だけで僕たちが戸惑ったんですよ。最終決算に入りましょう。はい、渡辺社長が。お願いします。さあ、今までを見てて、どの社長がいくら出すんだろうとね、これ当たったらすごいと思うんですよね。さあ、渡辺社長です、どうぞ。はい、はい、お、はい、渡辺社長100万の予想が当たった方、前に出てきてください。あ、いるよ、1、2、3、4。小林社長、お願いします。200万お願いします。さあ、この中で小林社長200万の方いらっしゃいます。すごい、お、まだいる。あ、すごい。注目の野田社長ですね、どうぞ。どうだ、出たの800万いる。そんなのいる、800万予想いないよね。当たんないって言ったのはこういうことですよね、例の林社長。ということで、ご本人に来ていただきました、神田水さんです。ありがとうございます。実際今日初めて見たじゃないですか、どうですか？すごい嬉しくて、なんか涙が出てしまって、なんか収録の時全然なんか泣きそうだったんですけど、泣いたらダメだなと思って、すごく嬉しいです。ありがとうございます、感動的でしょうね。どうですか？いや、本当はあの悔しいんですよ。っていうのが、まあ、1500万を僕があの出すあの力があるあの全部出してたんですけど、今回その他の社長さんたちの力を借りる形になった、まあ、自分の力不足、あの悔しかったです。なので、まあ1年後、2年後、美月さんのようなあの志願者の方が来た時は、2000万だろうが3000万だろうが一発で出せるぐらいの男になろうって思ったのが、あのこの会話になって。さあ、やっぱり予想通り
当たった方が見えなかったんですけど、僕のちょっと感覚でいきます。渡辺社長の100万、小林社長200万まで当たって、その上でオールの予想した人は誰でしたっけ、はい、他の2人はどうしましたか。野田社長1000万で林社長200万。なるほど、はい、僕も一緒です。はい、野田社長1000万、林社長200万。はい、いかがですか。一緒です。同じ。ああ、なるほど。そこまで金持ってないんだよ野田さんが。そうか、3人とも一緒。じゃあここは3人に差し上げましょうか。お渡しします。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。桑田社長に質問です。俺は、10年以上彼女がいないんですけど、どうしたら彼女ができますか。まず今日ここに来た意味をもう一回思い出していただいて、まあ、トラと接してセルフイメージを上げて今日ここに来てる女子を一人でもいいから連絡先持って帰ったらいいんじゃないかなと思います。はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。林社長に質問なんですけど、どうやったらその人から頼られたり、こう人脈を築けるような人になれますか。お金を稼ぐ。まあけどね、常にみんなの力になり続けてればきっといいことあると思うんで、その役に立つことが一番重要かなと思います。はい、すいません、平井社長に質問があります。競馬の、まあ、当てるコツというか根拠というか、まあそれがどれぐらいの当たりかつ当たるかちょっと、まあ、詳しいのを教えてもらいたいんですけど、よくそれ聞かれるんですけど、そんな簡単に当たらないですよ競馬って。すべてのレースを調べて、すべての競馬を調べて、初めて人よりいい予想になる。ただそれでもこんだけ調べてもよく外れるということだっていうのは分かっていただけると、競馬はいかに難しいかというのが分かるのかなというふうに思います。フェッフェッレディトラ、フェッフェッレディトラ、ありがとうございました。どこまでね、この令和のトラチャンネル、タイガーファンディングを続けていけるかは僕にも分からないですけれども、とにかく自分が楽しんでる限り、そして皆さんのこういう応援がある限りですね、頑張って続けていこうと思いますので、どうぞこれからも、温かいご支援をいただきたいと思っております。本日は本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。はい、お疲れ様です。最初から最後まで今日ですね、今日ぶっ通しです。6時間全部見ました。どうでした？笑いあり涙あり、はい、うん、もう本当に楽しい回でした。楽しかったです。楽しかったです。よかったです。ラオー！岩井社長、お疲れ様でした。オフ会すごい楽しかったです。っていうか意外にも若くて、そして女性がいたりとか、なんかあれ思ってた視聴者層とちょっと違うなみたいなって思いました。顔を僕らは見れない視聴者さんも見れたんで、なんか実際触れることができて、なんかすごいエネルギーをもらったというか、あ、虎として頑張んなきゃダメだなって思いました。覚悟決まったんで頑張ります。チェス。はい、疲れ様でございました。6時間走ってきましたね。はい、本当手前味噌にはなると思うんですけど、大成功だったんじゃないですかね。本当にね、もうなんか満足感と達成感でいっぱいです。うん、はい、全然疲れてないよ。疲れてない。疲れてない。なんか今日は疲れてない。本当ですか。タイガーファンディングの撮影の方がよっぽど疲れるわ。あ、疲れます。はい。いやなんかね、やっぱりね、こういう人たちに支えられてるんだなと思うと、めちゃめちゃありがたいなと思ったのと、水木さんの回みんなで流して見た時のみんなの一体感がたまらなくて泣けた。そうですね、あれはシーンとしましたよね。泣けた。もうなんかね、準備も大変だし、1回とりあえずやるかって思ったけど、また2回目もやんなきゃなって感じですね。ハマっちゃいますよね。はい、頑張ります。はい、頑張ります。はい、本当にありがとうございました。トラと志願者を大募集。詳しくは概要欄から。あなたのファンディング希望額は300万円を希望します。ではあなたの描く未来の姿は。ランチタイムをデザインするお弁当屋の事業拡大、新しい食文化の発信とお弁当を食べ方で選ぶ時代を作りたいです。